前回の動画では高麗は梁に古ぼっこにされて土下座した結果、高麗に対して関心のなかった梁は、ふーん、歯向かわないんだったら勝手にしてていいよということになって、高麗は全盛時代を迎えるということになったという話をしましたね。今回はその続きです。朝鮮半島にとっては梁が攻めてこないというんで安心だよねという状態ではあったんですけど、そんな平和な時代は長続きはしませんでした。というのも1100年代になると、それまでは大した力もなかった女真族っていう人たちが、まあかなりね力を持ち始めるんですよ。女真族というのは前回の解説動画で出した地図にも実はねちっちゃくではあるんですけど出てはいるんですよ。まあ要は朝鮮半島に近いところにいた、まあ領に支配されていた人たちなんだと思ってもらえば OK です。朝鮮半島の王朝である高麗にまで朝貢していたというぐらいの弱小です。そんな弱小でバラバラだった女真族なんですけど、まあ1000年代の後半になると、俺たちも一致団結して国を持とうじゃないかという流れが始まることになります。でそうなると当然高麗としても、あ、これはちょっと警戒しといた方がいいなっていうことで、朝鮮半島の北部の守りを固めるということになるんですね。ところがその女真族っていうのが想定以上にめちゃくちゃ強くって、防衛のために9箇所も作った城が全部制圧されてしまいます。そしてその勢いのまま1115年には金というね国を建てるということになるんです。バラバラでは大したことないんだけど、集まるともうむちゃくちゃ強くなる、まさにね中国大陸のピラニア的な存在になっていくわけですよ。ピラニアってね、なんか牛をも食い尽くすみたいな感じでめちゃくちゃ強いイメージあるかもしれないんですけど、あれね実はね一匹一匹はね全然大して強くないんですよ。数が集まるとまあとんでもないことになっちゃいますけどね。そんなピラニアのごとき強さを見せつけられた高麗と梁は、いよいよこらやばいと思うわけですよ。ところがそんな中で一国だけ、なんてラッキーなんだと考えた国があります。そう、長年にわたって梁に対してお金を渡すことで平和を買っていた中国王朝の宋です。これ幸いとばかりに宋は金に対して協力して梁をやっつけようぜ、あいつらうぜえじゃんと話を持ちかけます。そして結果として金の力でもって梁を倒すということに成功するんですね。宋からしてみればもう完全にしてやったりという結果です。ところが当たり前の話ではあるんですけど、金がこのままおとなしく終わるということはありません。梁を滅ぼした2年後には金は宋に攻め込んであっという間に滅ぼしてしまうんですね。そんな中で宋の王族たちっていうのはもうなんとかね命からがら南の方に逃げ延びて、もう一回南の方の地域で宋帝国を建国するということになります。これによって中国大陸では北の方のまあ金の大帝国と南の方の宋という形で対立をするということになっていきます。当然金としては対立する宋が高麗と手を組むっていうことに対しても警戒しますから、高麗に対しても、おいお前と、もし宋と手を組むなんてことになったらお前らどうなるか分かってるよなと圧力をかけ続けるということになるんですね。高麗にとってはもうとてつもなく屈辱的な状況です。それまでは自分たちに貢ぎ物を持ってきて野蛮人として見下していた女真族がもう一大勢力になってしまったわけですからね。だけどさすがに宋が一回滅ぼされてますからね、この状況を見てもまだ宋がいるから金になんて従わなくても大丈夫なんだと考える馬鹿は少ないわけです。結果としてかなりの抵抗がありはしたものの、まあ金に従うということになっていきます。前回の梁の時の教訓が、まあ、ある意味生かされてると言えなくもないのかな。ちなみにこの状況になる前の高麗っていうのは軍人っていうのはある意味ねかなり格下に見られていて、政治を担当していた貴族たちからはまあバカにされている存在だったんですよ。ところが梁にもボコボコにされ、あろうことか見下していた女真族にも古ぼっこにされてしまったわけですからね。お前らのような無能の指示に従って死ぬのは嫌だよバカ野郎っていうことで軍人たちがクーデターを起こします。ちょうど同じ頃、実は日本でも似たような動きが起こってるんですよ。それまでの貴族による政治っていうのが終わりを告げて、まあ源氏と平氏の戦いを経て鎌倉幕府が成立するというまあね大変革が起きてるんです。
つまりこの時期っていうのは日本を含めて東アジア全体で、まあ、大陸北方の脅威に備えるという意味で軍事力を強くしないと生き残れない時代に突入していたということです。こうやって大陸の動きと合わせて日本国内の動きも見ていくと、貴族たちの政治が不満だったからそれに対しておいふざけんなということでやったんだということだけではなくて、東アジア全体の大きな流れの中の一つの動きだったんだということがわかりますよね。こうした広い視点っていうのは今を生きる僕たちにとっては当時の人たち以上に、まあ、必要不可欠なわけです。1000年前ですら世界の動きと連動して日本国内も動いていました。今の時代インターネットで世界中とつながってますし、地球の裏側にだってね、飛行機で数日あれば行ける時代です。日本のことだから日本国内だけで全部完結するなんてことはないわけですよ。世界がこれからどういうふうに動いていくのかなっていうトレンドがつかめないことには、世の中がどう変わっていくのかっていうのはなかなかわからないですよね。そして世の中がどう変わっていくかっていうのが分からなければ、自分がこれからどういうふうに立ち回っていけば、まあ、よりうまくやっていけるのかっていうことも分からないわけです。次回の動画ではこの続きということで、まあ、モンゴル帝国とか元寇とかそのあたりの話をしていこうかなと思います。チャンネル登録、お気に入り登録をよろしくお願いします。また動画がいいなと思っていただけた方はいいねボタンを押していただけると動画が拡散されるみたいなので、そちらの方もよろしくお願いします。合わせて配信している日本近現代史、学問のすすめ、それからまあね、政治経済とかの話もちょいちょいしてますので、そちらの方もよろしくお願いします。1月末に発売になった僕の初めての本、中高生からの学問のすすめの購入リンクの方も動画説明欄に貼っておきますので、まあ、よろしければねポチっていただけると幸いです。